福沢の本気の過去問解説。それでは、平成29年度問題32番見ていきたいと思います。共同事業を営む A と B は C から事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後として、C に対し連帯して1000万円の貸金債務、以下本件貸金債務というを負担した。負担部分は2分の1ずつとする。この事実を前提とする次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当でないものはどれかということですね。はい。でね、テストだったらね、妥当でないものをバッと探してね、答えるということになると思いますけれども、まあこの場合はね、練習ですので、上からね、見ていきたいと思います。まず1番。本件貸金債務につき、融資を受けるに際して、A が要素の錯誤に陥っており、錯誤に基づく無効を主張して、これが認められた場合であっても、これによって B が債務を免れることはない。ということですね。はい。まあ、連帯債務といった場合ですけれども、連帯債務のその成立においてはですね、まあ、基本的に連帯債務ってね、個々の債務ということね、別々の債務が連帯しているというだけになってますので、その一人についてね、例えば無効とか取り消し原因があったとしてもですね、その他のね、まあ、今回で言うと A が錯誤無効になったとしても、それでよってね、B の債務というものが消えるというわけではありません。したがってこれは正しい内容ですね。相対項ということを覚えておいてください。次に2番です。本件貸金債務につき AC 間の公開によって A が C に対して公建物を給付する債務に変更した場合、B は本件貸金債務を免れるということですね。はい。民法435条の絶対項の一つです。契約の公開ですね。契約の公開。連帯債務における絶対項の一つとして公開があったと思いますので、その内容通りですね、正しいということになります。はい。で、3はちょっと飛ばしまして、4番見ていきます。4番ですね。本件貸金債務につき、C から履行を求められた A が、あらかじめその旨を B に通知することなく C に弁済した。その当時 B は C に対して500万円の金銭債権を有しており、すでにその弁済期が到来していた場合、B は A から500万円を求償されたとしても、相殺をもって対抗することができるということですね。はい。まあ、連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をした場合、ということですね。まあ、その債権者ね、に対抗できたね、部分について、求償権にね、それを使えるということが出てると思います。なので、この話についてもね、B は A から500万円を求償されたとしても、その相殺をもって対抗することが、これは可能なんですよね。可能。条文通りということで、正しい内容だと思います。で、次5番ですね。本件貸金債務につき A が C に弁済した後に B に対してその旨を通知しなかったため B はこれを知らずに A に対して事前に弁済する旨の通知をして C に弁済した。この場合 B は A の求償を拒み、自己が A に対して500万円を求償することができるということですね。はい、これもね、条文の内容になってますね。基本的には A はね、ちゃんと弁済した後に通知をしなければならなかったということですけれども、まあ、それを行わなかったということですので、B は A の求償を拒み、逆に A に対して500万円の求償ができるということになっています。したがって正しいということですね。はい、最後、3番ですね。これが誤りでこれが正解詞ということになってきます。見ていきましょう。本件貸金債務につき、弁済期到来後に A が C に対して弁済の猶予を求め、その後、さらに期間が経過して、弁済期の到来から起算して、時効期間が満了した場合に、B は C に対して消滅時効を援用することはできないということですね。弁済期到来後に A は C に対して弁済の猶予を求めている。これは、要するに債務の承認ですよね。債務の承認。はい。で、債務の承認による時効中断というのは、これは相対項しかないんですよね。債務の承認ではなくて、履行の請求による時効中断であれば絶対項だったんですが、今回は債務の承認ですから、相対項にとどまります。B はどうなってるかというと、C に対して消滅時効をもちろんこれは相対項しかないですから、自分の分だけ、まあ時効の中断はね、してないということになってますので、消滅時効を援用しますよということは、これは可能ということになります。いいですかね。なので、3番は誤りでこれが正解詞ということですね。はい。で、この問題なんですけれども、まあ、連帯債務ね、非常にちょっと概念的にもややこしいかなというところもありますけれども、まあ、1番から3番のところに関しては、相対項と絶対項のお話。で、これはもうある意味基本的なところなので、しっかりと押さえてください。で、4番、5番のところは、これは、まあ、弁済の時の通知のお話ということで、ややちょっとマイナーであればマイナーですよね。ただし、決着は3番でついてます。ということであれば、やはり出題者側としてはですね、相対項と絶対項という基本的なこのね、知識のところ、ここで、まあ、問題としては一応決着ができるように作ってあるということになっています。なので、まあ、今後の勉強に関してもですね、やはりね、まずはしっかりとよく出てくる論点、基本的な論点、ね、重要ですよと言われている論点、ここをしっかりと押さえて勉強することが大事なのかなというふうに思います。